株立ちする、臓木株立ちとは、遺憾束植物の形態の一つで、一本の茎の根元から複数の茎が分かれて立ち上がっている様子を言う。造園、園芸、盆栽の手法としてもよく利用される。また、伐採された木の根元から立ち上がっているものもある。臓木に多く、野種にあふれていることから、しばしば園芸や盆栽の手法として好まれる。株立ちの場合、 幹は一本立ちに比べると、細く、軽やかさがあり、かつ一本の木で、幹の重なりを表現でき、自然の趣きを感じさせるほか、大木になりにくく高さも抑制でき、日本の住宅事情に適合しているため、都会の住宅の植栽にもしばしば利用される。植物の株とは、普通は草本において、根元で枝分かれした茎が、多数束になっているようなものを指す。 あるいはその状態を本株立、または株立、または株立と呼ぶ。本株立は一本の幹を切って孵化した株となり、通常の株立ちは何本かの苗木を寄せて仕立てたものを呼ぶ。例えばチューリップのような植物は一本の家系とそれを取り巻く葉が出るだけである。しかし、ススキの場合は茎の根元から側面に根を出して立ち上がり、その根元からは根が出る。 それを繰り返す結果、多数の茎が根元で集まった状態になる。このように多数の茎が一つの根元に寄った状態を、株という。茎の根元から側面に新芽を出すのは、双本ではごく普通に見られるものであるから、このような姿になる植物は多い。茎の側面から出る枝が長く、地を張ってから根を下ろし、そこから芽を出す場合もある。このような葉を茎を補福系という。 根元からすぐに芽を出さず、匍匐形のみを出すものでは、単独の茎があちこちにバラバラと並ぶ姿になるので、株立ちにはならない。根元からも芽を出して、株立ちになりながらも、匍匐形を出すものもある。植物では、個体の定義が難しいが、根を持った茎を一つの個体と見ることもできる。その場合、側面から出た新しい茎は、新しい個体であるので、これは、 無性生殖の一つ、栄養生殖の一つの方と見ることができる。事実、多くの栽培植物では、このようにして生じた新しい茎を切り取って植え替えることで繁殖が行われる。この方法を株分けという、理屈の上では茎一本ごとに分けることもできるが、大抵は弱くなるので、ある程度の塊に分ける。実際、 ある程度株が大きくならないと花が咲かないなど株全体を持って一個体として機能していると考えた方が良い面もある。春蘭族のものなどは葉のついていない肥大した茎だけが何年分も残っているがこれは栄養分を貯蔵する役割を担っていたり根は生きていたりするのでちゃんと役に立っている。園芸や盆栽では人為的に株立ちを仕立てることがあるが 根元から大胆に株を切断し引こばえを出させ、剪定を繰り返す手法と、複数同種の木の苗を根元で寄せ植えして、成長後癒着させ一本の木に見せる手法がある。ありがとうございます。